始まりましたハニーエクササイズ。さあ、うん、今は秋ですね。ね、秋といえば食欲の秋、うん、スポーツの秋、読書の秋、ありますけど、やっぱり食は ねやっぱり美味しいものがたくさん秋ってだっていっぱい食べ物ありますよね、うん、栗、銀杏大好き、サンマ、さつまいも、あとなんだろう、いっぱいあるよね。あとフルーツだったら梨とか柿とかね、やっぱりいろんな美味しいものが、あとブドウ、あ、ブドウもね、私ね最近すっごくハマってるのは、あのブドウを低温度のオーブンでゆっくりと、なんて焼くっていうのかな、そうすると割となんか本当になんか甘みがぐっと凝縮して美味しくなるの。その横にお肉とか置いとくと香りとかそういう、いや全く映んないんだけど、お肉を切った時にちょっと一緒に食べると美味しいんですよ。なんかちょっとこうローストビーフの添え物みたいな感じ。この間お邪魔した時それ出ませんでした？それは出してないです。この間はねまたちょっと違うローストビーフでしたね。でも美味しかったです。ありがとうございます、はい。あ、そっか、なんだろうな、でもなんかシンプルにもう秋は素材をそのまま焼くなら焼くとか、蒸すとか、なんか素材が美味しいからね。そうそう、そのまんまいただくっていうのがなんか、秋の食欲っていう意味ではなんか満たされちゃうかな。わかる、いいですね。私結構サンマの炊き込みご飯とか好き。でもさ、なんか栗の炊き込みでもさ、あと松茸の炊き込みとかさ、何でもさ、こうそういう風にアレンジするとさ、美味しくない？美味しい。なんかサンマの場合はもうご飯はご飯で味付けをしっかりとして、でそれこそあれですよ、あの松茸ご飯の素とか使って、もうそうすると味がついてるじゃない。でも炊飯器でバーってやると、ちょっとお醤油も入るのでお焦げもつくじゃない。でサンマは別にグリルしてほぐして、そしてプレゼンテーションするときだけこうお見せして、別に誰に見せるわけじゃないんだけどね、うちで食べるから。でも美味しい。でほぐして、でザクッと混ぜてね。なるほどね。ちょっとこう青ネギ上から、ね、こうねっとね。なるほど、美味しいですね。なんか美味しそう。もう今すぐにでももう帰って食べるかダメです、ごめんなさい。エクササイズがありますよ。帰って食べるか、渡辺ちゃん出てましたねはい、この秋食べに行きたい料理のジャンル、この秋食べに行きたい料理のジャンルは何でしょう。やっぱり私はでもそうね、あんまりこう和食がお家でそんなに得意ではないので、和を食べに行くの好きかな。なるほど。あとはまあもうイタリアンは大好きなので、イタリアンを食べに行くの大好きですね。あとまあタイ料理とかも美味しいですね。ああ、なんだ、もう何でも行きたいじゃんまあそういうことですねでもまあなんかさ、美味しいもの食べたら幸せな気分になるじゃん。なる。なんかさ、イライラしててもよくさ、なんか怒りっぽくなってる時ってお腹空いてないって言われるのと一緒で、でもなんかこうやっぱり食べて美味しかったと思った瞬間で、みんな幸せそうな顔してる、お腹いっぱいになるとですね。ね、いいですね。で、めぐちゃんは好きな食べに行きたいジャンルは？そうですね、まあ、いっぱい食べに行ってるんですよ。もう目黒区があるぐらいねそんなのはないですけど、お寿司行ったらどこがいいとか、焼き鳥はどこがいいって聞くとすぐ答えてくれますからね。いやいやいや、でもね、最近だったら、天ぷら、なんかこうやっぱり目の前で揚げてもらうのを一つずついただく、やっぱりあの贅沢、なんか家でもし油物するってなかなかほら大変じゃない、お母さんたち分かりますよね。もう油後処理どうしようとか思うし、もうそういうふうに考えると、なんでさ、なんで急にこれお母さんたち分かりますよねそういう切り替えができたらすごいね、もう本当に。いやいや、でも本当そう思うと、なんかやっぱり天ぷらってなんかちょっと、まあそういう揚げてもらったところってちょっと高いんですけど、なんかやっぱりすごい贅沢な、贅沢、ランチに行けばいいんじゃない、そう、ね、感覚と、なんかこう目の前で入ってこう揚げたてをこういただける、なんかこう嬉しさ、久しく行ってないでしょ、でしょ、ね、天ぷら屋さん、ちょっと私は天ぷらちょっと食べたいかな。わかりました、じゃあいっぱい食べた後はちゃんと運動しましょう、ということで今日のエクササイズ行ってみましょうか。はい、はい、今日はですね、一つの動きをしながら手をうまくこうアレンジして、背中とか肩とか、そういうところも鍛えちゃおうかなっていうふうに思ってます。ただ一つの動きっていうのはずっとこういう横に腰を
動かすので、うん、ウエストです。ああいいですね、はい、この動きをしながら手を前でクロス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 しますね。はい、こっちからもうちょっとこっちの方がいいかな。はい、だからこうクロスクロスクロス、はい、でその後はい通り通り通り、なるほど、はい、もうだからもう簡単です。もう全部こういう感じでしょ、はい、であとは上下上下上下。おお、これ効く。そうでしょ。でこれを下もやっていくんですかね、こうやって。ははー、結構運動量激しいですから。OK、わかりました。はい、頑張ります。で上下上下、はい、まだまだね増やせるんですけど、あとはもう前で。はい。じゃあ何パターン？一。じゃあ今のまあクロス一、二、三、四ぐらいにしておきますか。OK、わかりました。はいはい、何回やるか。これ、ねね、音楽に合わせてないので私はもうカウントでやっているので、はい、どうしますかね、うん、1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 8ぐらいですかね。 OK、 わかりました。で、はい、それは何セット何セットいきますか。2セットぐらいですね。2セットですね、はい、で余力のある方はぜひ3セットでチャレンジしてみていただきたいと思います、はい、ではまず腰を普通に、まあ肩幅より気持ちかな、はい、もうこれはもう自分でこう横にこうちょっと腰をこう動かしてみて、はい、動きやすいなっていうぐらいの足の幅でいいと思います。これから手をはい、はい、行くよ、はい、もう行きますか。準備ね、はい、これ準備してます。はい、まずはクロス1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 はい、羽ばたく1,2,3,4,5,6,7,8 1,2。 おー、結構くるね。3,4,5,6,7,8 はい、次、前1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 はい、1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 クロス1、お、いけるんですか。3、今日はチーズもないですよ、先生。6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 ここで1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 はい、1,2,3,4,5,6,7,8 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 はい、はいかがでしょうか。すごい、心拍数も上がるし、もう腕のこのあたりがいい感じですよ。そうでしょ、うん、まあ、たまにはこういう感じになんかこう代謝アップしながら、うん、腕とか背中とか、はい、ウエスト多分これはちょっとダイエットをしてみたいななんていう人にもおすすめかも。そうですね、はい、皆さんもぜひやってみてください。はい、さてこの動画が良かった、ためになった、もう面白かったっていう方はぜひいいねボタンお願いしますはい、チャンネル登録もお忘れなく。それではまた次回お会いしましょう、はい、ハニーエクササイズ。